はい、どうも、タンジです。それでは信長の野望天正記第、シナリオ1鳩山義房、6回目やっていきたいと思います。まずは北陸にいる武将たちを移動してきちゃいましょうかね。移動する城としてはこの梶木城に湯殺組みつつ、その他を種子島城にしましょうかね。で、戦争でちょっと九州に移動しましょうか。湯殺組みつつでね、暗殺だけ決めちゃいたいなと思います。できればこの、大内の城を3つ取りたい。まあちょっとそれは難しいかなと思いますので、まあ2つぐらい、1つでも2つでもね取れればいいかなっていうところですね。で、誰を暗殺するかですが、土井清宗がいいかな。ああ、ちょっと強いですね。秋月文谷にしましょうか。そう簡単に落ちないと。まあ、しょうがないですよね。そういうこともありますね。ちょっとその間に、あら、あっさり逃げちゃいましたね。あ、メラ君が死にました。じゃあ湯殺組みつはもういいので、城にこもってましょう。さて、今のところ全然焼き打ち持ってる兵が、武将があんまり出てきてないんですけど、焼き打ち持ってる武将に城を守られたりすると結構厄介ですよね。火を避けてたりするとその間に時間が結構経っちゃったりするんでね。と、勢い胸を捕獲。あ、気づき踏みたね。かわいい。あ、やっぱり持ってますよね。これ結構嫌なんですよね。ちょっと一回引いて。おお、こっち来た。あ、ちょっと楽しいかなと思ったんですけど。混乱とか、大混乱とか、挑発とか入ったりするんでね。読み方あれわかんないですけど、なんか先導っていうんですかね、先導した時挑発とか入ればね、焼き打ち武将にはすごい効果的ですね。さあ、ここは2回でいいかな。やっぱ S になったからね。こう、城攻めが楽ですよね。臨時徴兵はしちゃったはずなので、できないよね。うん、十分間に合いそうですね。やっぱ S は強い。まあ、S になったので正直もう敵さえいなければ4つぐらいは余裕で取れるのかなと思いますね。結構こう5つってなると難しいなっていうのがあるんですけどね。4つぐらいなら結構いける。さて、3つ行きますか。ここも無理しないでね、3つずつ行きます。
ミサツグミツ出しとくか。でも多分すぐ逃げられちゃいますからね、ダメなのかなと思うんですけど。あ、そうですね、じゃあ城にこもっててもらって。あんまりね、やっぱりいつも言ってますが、動かす武将が多いとその分操作に時間かかるので、またせっかくねこう動画にするっていうのはサクサククリアしたところを見せたいし、私自身もサクサククリアしたい。なんかその方がね、なんか気持ちいいですよね、ゲームやってて。さあ、出水城ですかね、出水城ですかね、取りましたと。今なんかさっさと落としちゃいましたけど、徴兵しとけばよかった。はい、なんかやっぱり門叩くよりも壁登った方がモーションが早いので、ついついねこう壁登っちゃいますよね。でもそうすると失敗した時にねちょっと痛いんですけどね。さあ先導行きましょう。臨時徴兵、素晴らしい。さらに臨時徴兵、さあなんか城を取った時とかに技能を習得するんですけども、なかなか習得しないですね。僕、城をかなり取ってますけどね。50ぐらいもう城落としたんじゃないですかね。戦闘ぐらいしか覚えないですよね。さあ、ここは商業にしとこうかな。でもだいぶ余裕があるので、ちょっと、この隙に任命しとく？いや、まあ、いっか。まだいいっすね。まだいいや。岡城ぐらいまで進んだら、ちょっと一回、第二軍団からね、作っちゃおうかなって思います。第二軍団以降作っておくと何がいいかって、でこう浪人に城を取られた時とかですね、そういうのを取り返すのに自分の武将は大名を使いたくないんですよね。っていうのも最前線の付近で取られればいいんですけども、もう後ろの方で取られたりすると、わざわざ移動してから攻めなきゃいけないってなるとですね、結構面倒なんですよね。ですので、まあ後ろの方、最前線じゃないところに関しては5ターン減りました、ね、最前線じゃないところに関しては第二軍団以降にはガンガン任せていきたいと持ってます。で、第二軍団作っとけば勝手に登用してくれたりもしますしね。あ、黒島光康お亡くなりになりましたね。あ、兵が少なすぎるから逃げちゃってますね。さあさあさあ、あ、冷静高投票ビヒ結構強いっすね。あ、畜生。いや、でもこれで落とせますね。あ、今のちょっとミスだったかな。山中から攻撃した方が良かったですね。まあ、大した違いではないんですけど。はい。で、残首と。さて、こっからどうしましょうかね。これは、どういう順番に行くのが効率いいか。ここで4つ取りまし
て、で3つ取るって感じでいきますか。いやちょっとあれですよね、ここで大内と大友を完全に消したいんですよね。この顔のところに四角がついちゃうの、すみませんね。これなんかビータを PC に映す際にカメラアプリ使ってるんですけども、なんか顔認識されちゃうんですよね。いやそんなキャラクターの顔顔認識されてもねって感じなんですけども、ちょっとねなんか左端の方にこう固定で移動しちゃっとけば大丈夫みたいなので、なんかやっぱりこう動くとねなんかチラチラして気になりますよね。これがちょっと嫌なので移動してます。だいつも左下にねなんか変な白い四角いみたいなあって、なんだこれっていうのがあるんですけど、ちょっと消し方がわかんないので申し訳ないですけどそのままでやらせてもらいます。さて先に岡城をクリアして、カジをクリアしました。で内巻どっちですかね、内の城を落としていくような感じで、はい。で最後に一応先導を、あ一括、あこの一括使った際に地防上がってるっぽいですね。そうですよね、技能使ってますもんね。いやこれちょっと美味しいな。でなんで先に岡城をクリアしたかっていうと、ここで角川とかを順番に行きたかったからですね。でもどうなのかな、3つ落とせますかね。左上の方にいる上村家をもう完全に根絶やしにしてしまいたいですね。手を打ちを攻略していくような、あ左下の方に向いてくれればいいね。こう次の城が2つ上も下もあったんで、どっちか多分ランダムなのかなって思うんですけど、上に行っちゃう、城の上に配置されるとね次の城を攻略さえする際にね遠い側になっちゃうんでね、左下に配置してくれると嬉しかったんですが、そんなこと言ってる間に角川城を攻略。最後に丹精島、ここは簡単だったっす。大名はできるだけ移動ってしないようにね、進めていきたいですよね。できるだけ内政をさせて政治を上げたいっていう目論みがありまして、あれ
臨時徴兵したっけ。さてこっからち行きますか。ちょっと待ってくださいね。よく考えないと。このターンがあと1回攻められる。あと1回、あと1回か。なので、どこまで取れるかな。小正山、カバ池の2つぐらいでいいですね、正直。ここは、そっか、不参戦です。ここちょっと山越えしなきゃいけないので、S だからすごいサクサク進む。S で勝つ訓練が125であったですね。まあ、101以上ってことですね。101以上だと山を2つずつ進める感じになるのかな。素晴らしいですね。これ城3つ落とせそうですね。で、この岩屋城が結構堅牢な城ですと。2回で壊せないんですよね。結構城の防御力も高いような感じで、こっちも結構ダメージ食っちゃうんですよね。今の兵数が67で、叩くと66。あ、まあでも1ぐらいか。下手すると3ぐらい減るんでね。あ、でも、やっぱり結構減りましたね。3。先導。あ、1回。でも、地防上がんなかったな。で、最後に、カバ池取って、終わりにしましょうかね。はい、大逆と。次のターンに上村家は全滅かなという感じです。で、久しぶりに今回移動したんじゃないです。前回移動したんですね。とりあえずもう端っこに置いておきましょう。攻められちゃうかもしれないですからね。本願寺が細川を攻めた。本願寺はね、ほんといつの時代も強いんですよね。本願寺の武将の性能が本当に高いんで、細川もなんかかわいそうな感じになってきましたね。で、上村家はもう完全に、あ、相良春彦75と、そこだけですね。じゃあもう攻略してっちゃいましょうか。3つで、3つ2つでおしまいですかね。戦闘力もこの140ぐらいまで来ちゃえば、まあ、東の方で武将がよほど育ってたりしなければ多分もう大丈夫かなと。140も超えるような武将はいないのかなと思いますね。で、まあ、何よりこの S ですよね。足軽 S になってるとやっぱりその分戦闘も有利。なかなか減らないんですよね。ちょっと防御力が高くなるような感じですかね。同じ戦闘力だったら足軽適性とかが高い方が兵が減らないと。
まあ、つまり、あれ？ああ、征服寺も攻められちゃうのか。でも征服寺攻めちゃうと次に一気に持っていけないので攻めません。よし、これで、お、あ、これちょっとでも野望は一気にはいかないで上からいきます。征服寺城右側攻めた方がね、三つ城見れたんですが、そうするとちょっと大内の方が変な動きすると思うので、それは2つも城が取れないかもしれないと。さて、時間もゆっくりあるんで、あ、挑発出ましたね。地防上がんないな。やっぱり先導では能力上がらないみたいですね。ちょっとあんまり気にしてなかったんで知らなかったですけど、じゃあやっぱり84まで上がったのは内政で商業を選んでたからですかね。多分確か商業をやると政治と地防の両方ともが上がると。施しをした場合は多分政治しか上がんないんですよね。征服寺は水のところから取っちゃうと。いやー、早く次の新しい技能が欲しいですね。残りの技能は多分どれも地防がいい感じに上がるやつなので、かつこの金井市場を取るとなると海を渡るのも大変なので、多分2つぐらいしか城は取れないのかなと。あ、末置き房今 A まで行ってましたね。強い。強いおじいちゃんって感じですよね。お、臨時徴兵ラッキーですね。この末置き房との戦い多分かなり消耗しちゃうので臨時徴兵は嬉しい。 A で88ですからね。81、あー、こっちが4減って向こうが10減るような感じでも、かなりこっちの方がね、地形適性が攻撃7で向こうが8なんで、ちょっと不利なとこで戦ってるので、やっぱその分消耗しちゃうのかなと。どっちから行くのが早いんだろう。ちゃんと歩数ちょっと何ターンかかるかある程度計算してからやればもうちょっと効率よくいくのかもしれないですけど、適当に水の方から行っちゃってます。後ろの方で臨時徴兵しといた方がいいですね。こっちの方が早いんかな。やっぱり2個でしたね城は。はい、宿老末置き房撃破で、民衆上げときますか。
はい。まだ僕のとこ、私のとこ残ってたんですね。まあ、兵がいないからやられ放題ですよと。いや、細川も結構本願寺にやられてましたけど、全然残ってますね。あそこ、マガラ直澄でしたっけ。浪人から大名になって城一つ増やしましたね。お、細川本願寺対抗しますね。まあ、この時代は鉄砲がないんでね、本願寺もそこまでは強くないですが、鉄砲がある時代だともうみんな鉄砲持たせて鉄砲適性が高くてもうえぐいんですよね。あ、下の方取られるとちょっとめんどくさいっていう感じですね。あんまり取られなかったからよかったかな。はい、こういう時は取っちゃいます。浪人は取っちゃわないと城を奪われて大名になられたりすると結構下っちゃったりするので、あんまりそういう縛りは入れたくないですね。サクサククリアできるようなルールでやってます。おお、また来た。ああ、結構ちょっと大変だな。しょうがないな。まあ、上村家滅亡させられたんでね、次も大内を、一気に殲滅させていきたいなと思います。まあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。